完全にこのファンが原因なのが分かりますね。では早速ファンを交換していきましょう。まずパソコンの蓋を開けていきます。続いてファンのコードを抜きます。あとはファンのネジを抜けばファンが外れます。次は新しいファンの取り付けです。家にあった予備のファンを用意しました。どこのご家庭にもある普通のファンですが、静かで良いファンです。少し風量が少ないのが残念ですが、ちなみに前に使っていたファンのスペックはこんな感じです。さすがのクーラーマスターですかね。スペックがすごいです。2つのファンのスペックを並べてみるとすごさがわかります。取り付けは外した手順と逆です。簡単でしょ。問題ないですね。フル回転のせいもありますが、うるさいし LED も明るすぎますね。ファンコントローラーで出力を抑えてみます。許容範囲の音になりましたね。動画では音が目立ちますが、ほとんど音は聞こえないです。最後に配線をきれいにして蓋を閉じれば終わり。いかがでしたか？パソコンがうるさいと思ったら自分でやってみてはどうでしょうか？最後までご視聴ありがとうございました。